はい、おはようございまおはようございす。まだす。んだん男だけの食卓は板についてきました。はい。食卓の上にフライパン。はい。定番。というわけで、今朝のご飯。豚肉余ったので、豚肉、じゃがいも、キャベツの甘辛煮でございます。ここに。おお。そう、それは龍一くんのグルテン。ここまあ、に。それはまあ別とうん。して、龍一くんが実験的に作ったグルテンの、なんだ、フェイクの肉みたいな感じか。これはまあ別に、りょういちくんの実験なんだけど、これはまあさておいて、甘辛に。料理っぽいでしょ？すごい料理っぽいでしょ？ネットで見たらさ、醤油とみりん1対1だけなんだよ。で、それだけだと気持ち足んないから、ニンニクを入れてんのと、こう七味唐辛子ほんのちょっと入れてます。ピリ辛。いただきましょう。はい、せーの、はい、いいたただだききまます。す。食べてみて、食べいいよ、てみて。これから。いかがですか？おいしい。なんか料理っぽいでしょ？ご飯に合うって感じ。本当はね、もうちょっと薄い肉使うんだけど、この分厚い肉使うとすごく美味しい。グー。レいけバる？ーみたい。レバーみたい。いっぱい食べたくなる。いい言葉だ！嬉しいね！これじゃがいもだけでも美味しいかな？いただきます、肉。本当だ。ああ、いいね。あ、七味正解。これめちゃくちゃ簡単。いくらでも作れるよ。これ肉分厚い方がいいのこれね。これ鶏肉でもやってみたいな。そんなわけでガッツリ食ってください。お母ちゃんに相変わらず遠く及ばないけど、もうちょっと父ちゃん料理勉強するわ。もうちょっと続くからね。ご飯は相変わらずいろいろ入っております。ありがとうございます。じゃあ今日も頑張りましょう。よし、頑張ろう。お母ちゃん安心してねって、なんとか食ってるよって。なんとか食べてるよって。じゃあちょっと、サチが食べても取ってるかな。もりもり。もりもり。なかなか切れないと困るだろう。よし、じゃあ今日も一日頑張りましょう。ありがとうございます。肉。肉。